美脚マエストラの上野ゆりです。質問です。私はかかとがかなり細く、普通のパンプスを買うとかかとが抜けてしまい歩けません。選べる靴のデザインがストラップ付きのものになってしまいます。銀座兼松でミススレンダーという足の幅が細い靴を2万円台で売っていて、いい商品だと分かっていますが、気軽に買えるものではありませんでした。かかとが細く抜けてしまって困っている場合の対策や良い商品があれば教えてください。2万円台の靴ということなんですけども、高いですかね。2万円台結構お安い方ですね。しかも、B-Wiz っていう細いかかとの細いものっていうのはかなり貴重なので、私は妥当だしお買い得だと思ってます。でストラップがあることによって歩きやすく、むくみにくくなります。でかかとが細い、足の幅が狭いっていうのはかなり専門的にですね、少ないのでデザインで楽しむ方がいいと思います。参考までに美脚マエストラでした。